キャンプといえばやっぱりバーベキューってことで、食材を切って串を打っていこう。ではまずは野菜を洗って切っていけばいいんだな。おいトウヤ、包丁持ったことはあるのか？ない。調理実習でも主に玉ねぎの皮を剥いたり何かをこねる係になっていた。だから今日が初の包丁になる。ま、緊張しないでリラックスしてやれば大丈夫だよ。見たところ握り方も間違ってないみたいだしね。じゃあまずはパプリカをお願いしようかな。わかった。どのくらいの大きさに切ればいい？いつも適当に切ってるけど、串を打つから4等分くらいかな。半分に切ってもう一回半分にすればいいから。4等分。いや、力入りすぎだろう。青柳くん、リラックスだよ。左手は猫の手にすれば指を切らないからね。この猫の手というものが難しいな。このまま食材を抑えるのはなかなか。切れた、切れたぞ白石。おお、バッチリじゃん。トウヤ結構センスあるんじゃない？それじゃあその調子でどんどん切っていこっか。